はいどうも、えー,テンサーアミゴですえっと最近僕ウーバーやっててでそれのチップのことをちょっと今話そうと思ってあウーバーってチップっていう制度があるんですよねあの、まあ、配ってくれた人になんかお礼みたいな感じで、まあ、渡すやつ、まあ、1割渡すとか2割渡すとかっていうのがあるんですけど今まで半月ぐらいやって僕30何円ぐらいしかもらえなかったんですけど最近あの港区、まあ、高級住宅街 のところに行って、昨日は、あの、1、何、1000円のチップがもらえたんですよね。で、見てみると、あの、ほとんど港区だったんですよね。まあ、タワマンとかね。まあ、さすがお金持ち、まあ、チップくれるんだって思ったんですけど、はい。だから、あの、港区って結構、 あの、オーダーがすげえ入るんで、今日もあのー、港区に行こうと思ってるんですけど、昨日とか20件、20件配ったんか。20件配ったんですけど、それで、ウーバーってなんかドラクエみたいなゲーム性があって、5件配ると何円あげますよとか、20件配ると1000円あげますよみたいな。そういうなんか数字目標みたいなのがあって、結構楽しいんですけど、それで僕頑張って昨日配って、で、港区でチップをもらえて、はい。 今日も港区に行ってこようと思います。こっから1時間ぐらいかかるんだけどね。世田谷から。<laughs> 本当に。まあでもね、今日もね、目標1万円を目標にちょっとやっていこうかなと思ってます。ってな感じでね、終わっていきたいと思います。人生は冒険や。死んだらあかん。